皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回マイライフ実況19回目になります。ぞい、2年目3月28日、横浜戦から始めていきますのでね、前回の実況で2年目の開幕戦、ヤクルト3連戦をプレイしてみました。ここ3試合プレイして、打率は1割6分7厘、ホームラン1本で打点は3打点となってますね。前回のね、戦った成績を見ていくと、このようになってるんで、3月24日が開幕戦だったんですけど、開幕戦そしてその後の2戦目打てず、開幕から8打数ノーヒット、今季はもうどうなることやらと思ってたら、3戦目に4打数2安打ホームランもね、今季1号目が生まれて3ランで3打点というね結果になったんですよ。いやいやいや、俺は2年目もいけるね。早くも今季1号が出ましたからね、8打数打てないことなんてね、もうよくある話ですから、全然気にしない。これからまたヒットホームランを量産すればいいんだ。さてやっていくぞ、横浜戦。6番ですね。まあもう今季はずっと6番起用でやっていこうと思う。今季と、そして3年目はね、4年目から巨人の4番を狙い出そうかなと思うからね、そんな早く4番になっちゃうと面白みがなくなるんでね、いきなりトップを極めても楽しくはないので、地味地味と近寄っていこうかなと思うよ。さて今季初対決ね、レディゴー行くぜ、絶対に打つからな。横浜ファンの皆さん、申し訳ないことになると、もう遠慮なくボコボコにしていくっていうのが俺のスタイルだからね。いい球じゃないか、いい球だよ。でも俺に打たれるんだよ。ほい、どうだ、落ちろ落ちろ落ちろ、あらー、取るんかい。誰だあれ、レフト。ロマックじゃねえだろうな。ロマックだね。うわ、腹立つわ。まだいんのかい。まだ日本にいたんだね。もうマイナーリーグ帰ったのかなと思ったら。よく残したな、横浜。もう無能すぎるわ。もう今季、リーグ優勝諦めてるよね。いや、わからん。ロマックがめっちゃいい成績出してるのかもしれないね。おー、切れるんかい。タイミングやや早かったな。もったいねえ。投げました。うわっ、嘘やん、嘘ですやん。あー、2-0、ミノさん。今季はミノさんが多いね。ボールだと思ってる球全部ストライクになってるんだよね。曲がる、よく曲がる、本当に。わずかじゃねえ、全然外れてるわ。お、フルカウント。どうだ、今季まだフォアボールはないからね。おっしゃ、おー、ピッチャー直撃、怪我したんじゃねえか、これ。内野安打はない。平田、どうだ、ピッチャー強振により怪我の治療中。戻るんかい。せめて怪我しとけ。怪我しないでいいから、せめて内野安打になっとけ。どっちでもいいんだよ。9回の表、2アウトランナー1塁、最後のバッターとなるか。今日は3-0。やっぱ前回ヤクルト3連戦の3戦目の試合はまぐれだったのか。あー、ゲームオーバーや。これで今季ノーヒットの試合が3試合、ヒット打った試合はたったの1試合だよ。どうしたピーマン、完全前回の3戦目がまぐれだったんだ。うわ、菅野にいっぱいつけちゃいましたね。こんないいピッチングしたのに。かわいそう。俺がピッチャーならもうすべてをぶん投げて、ちょっと山奥逃げるね。こらひでえや。完全にやらかしたよ。菅野にとりあえず謝ろうかなと。野手全員でね。援護をあげれなかったので、今季の菅野も負け越すのか？前年は負け越してないはずだけどね。てか前年の菅野はなんか意味不明な、このマイライフのバグかなんかよくわからないんだけど、それのせいでね、全然試合に出てないんだよね。選手名鑑で、菅野の成績を見ていくとこのようになってるんだよね、2016年は。ほら、52イニングしか投げてないからね、これ。防御率も素晴らしいよ。怪我してたわけじゃないからね、別に。怪我なんて全然してないよ。ピンピンしておいたの。なぜか監督は欲したんだよ。勝てないから。いや、5勝もしてるわ。かわいそう。ただ今季はいるからね。で、ロマックの成績気になる。なんであのロマックが生き残ってんだ？去年の成績は、うわっ！あ、全然打ってねえや。ひでえな、こんなんで残れるんかい。うわ、野球ってめっちゃ簡単だね。俺もやりたいわ。やらしてくれ。俺もプロ野球選手になりたいよ。ただそんなね、他人の成績見て笑っとる場合じゃないからね。
これで今季4試合中3試合ノーヒットというね、たったの1試合しかヒットが出てない。調子に乗ったのかな、調子に乗ったからなのかな。ホームラン打てたし、前回3試合目で1本しかヒット打てなければ、それが多分シングルならね、よしこっか頑張っていくぞってなってたんだけど、あれでホームラン打っちゃったからね、あ、やっぱ俺今季調子いいわ、よし行こうって、調子に乗っていこうと思った結果こうなったんだね。いや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 、初心を忘れるな。ピーマン調子に乗っては打てるもんも打てんぞ。そうだ、ほい、レッツゴーいただきました。ほー、今季初めてのシングルだね。今季3安打目、シングルはなかったからね。ここまで2安打中2ベースとホームランのみでしたから。さて、得点圏2アウトランナー1塁3塁、この打点もホームランでの打点、タイムリーはまだない。投球はこれから3球目。これストライクなの？打った、ファール。第5球投げました、危ない球。第6球を投げました、あーダメだ、もう最後までフォークだな。3アウトチェンジ。あの高めちょっと取られるのはなしだろう、あんなとこ打てへんよ。ジャイアンツリードで迎える。ワンアウトランナー1塁、投げました、外れた。またフォークか、ストレートで来いよドンと。さあ次の投球、おお、どうだ、バックスクリーンまでは行ってない、センターの守備範囲だ。ちょっとだけ期待してみたんだけどね。4打席目シングル1本で、満足はできへん。俺は絶対に打つ。チームは6対3、2戦連続敗北あるぞ。本気の巨人は弱いね。あし、これもヒット、ウェーイ、取るんかい、完全なるヒットコースじゃないか。取るんじゃねえバカ野郎この野郎。うわー、せっかくのマルティンが、まだいい、まだチャンスはある。また俺最後のバッターとなんの。9回の表2アウト、2戦連続だぜ、こうも回ってくるもんかい。あー、2戦連続で俺でゲームセットっていう、何なのこれ、やめて、恥さらしじゃねえか。うわ、ロマック勝利に貢献してるし、うわ恥ずかしい、あんだけロマックバカにしておいてこれかい。大活躍じゃないですか、ロマックの成績は。今日、あ、マルチ安打に2打点か。そら勝利に貢献してるよ。1本は打てたんだけど、その他の打席がひどい。まあ、ファインプレーに阻止されたヒットもあったけどね。あれが抜けちゃってくれないのは、プレイヤー的にはもう地獄ですよ。やめてくれ。俺の打率見て本当に取れるか、もう一度確認してほしいね。あの、取る前に戻ってほしい。そして俺の打率をじっくりと見てくれ。俺の打率を見たらあんな、もう取れないと思うけどね。あ、かわいそうだからここは取らないでおこうと。普通の人間ならなんか情的なものが湧いてくると思うんだけど、そういうのがないんだね。冷たいわ。どこ出身なのか知らねえ。名古屋あたりだろうね。冷たい。非常に冷たさを覚えるね。温かみがねえんだよな。さて、横浜3連戦の3戦目だ。いこう、1打席目。ジャイアンツ、追う展開で迎える2回です。出塁率3割5分も目指してるピーマンだからね、年間ミッションで出てるんだけど、今のペースだと余裕で無理だぞ。フォアボール1つも選んでないからね。フォアボール1つも選ばずに出塁率を3割5分するためには、打率を3割5分以上打たないとダメなんだよ。絶対無理だろ。あー、もうダメだ。出ねえな、ヒットちゃんがよ。ヒットちゃん来てくれねえかな、ヒットちゃんよ。シングルでいいんだ、長打なんていらん、打点もいらん、とにかく1本2本打ちたい、打つ喜びをかみしめたい。2年目苦しんでるよ。投げました、なーうーん、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。ひでえな、前の試合からこれ何、6打数ノーヒットか。まあ、前は1打席目に1本出たけど、その後全く打てなかったからね。6打席ノーヒットで7打席目どうだ ?1 本を打ってからが次が出ないんだよね、今季は。オープン戦でもそうだったよ。投げました、ボール、カウントは2ボール、1ストライク。第4球を投げた、見送ってストライク。なあ。追い込んで。ほい、よっしゃー、レッツゴー。失投だったけどね、本来ならスタンドを運ぶ球だよ。2試合連続ヒットいただきました。しっかり待てたね、いつもならスカぶってたかもしれない。
上手い人なら余裕でスタンドインなんだけど、俺にはできない。だからもうちょっと球をしっかり見てしっかりと打てた。それを評価してほしい。頭を撫でなさい。みんな3ボールか。次は4球目投げた。はい、フォアボール。今季1個目いただきました。ナイスエレラー。チームも3対1無事勝利だね。チームの勝利に貢献できたよ今日は。2出塁に2試合連続のヒットだからね。大竹今季1勝目おめでとう。気持ちいいね、やっぱ勝てるっていうのはね。その中で俺も塁に出れたからね、嬉しいわ。でこれ横浜戦が終わって次は中日戦ですね。横浜戦今季初対決は1勝2敗負け越しか。エース菅野で、負けた瞬間に、あ、このカードは負け越すんだなってことが大体分かったからね。今日の先発はアイコラス。中日とも今季初対決になるからね、しっかりと打っていく。ちょっと相手ピッチャーが誰だったのか確認できなかったけど、まあ中日いいピッチャーなんて俺の記憶上いない。いても大野だけだ。それ以外なら完璧に打てるよって打率1割台のやつが言ってるっていうね。山井か、これ余裕だな。ノーアウトランナー1塁。今季初の中日戦、いい顔。いきなりスタンドインいいんじゃない。ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。投げました。フォークはストライク。いい球いい球、すごくね。第4球を投げました。4球目ストライク。すごくいい球。甘い球1球も来ねえなお前。第5球投げました。あー、もうフォークフォークフォークで来るんだから落とす以外のことを考えろ少しは。ずっとそんな投球してた俺に打たれるぜ。やめておいた方がいいと思うけどね。もっと甘い球来なさいよ。いいんだよ甘い球投げても。第2球投げました。うわあ、もったいない。何をしている。センターフライ多いな。凡退の中でのセンターフライが多い。何なんだろう、何を意味してるんだろうね。何の意味もないと思うけどね。ただのセンターフライだな。まあでもセンター方向によく飛んでいくよ。第2球投げた、外れた。ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球はなんでそのカウントから振りに行く。どうした今季全部このカウントから振って凡退してるじゃん。打ってるとこ一度も見たことねえぞ。何をしてるんだろうね。ノー通ノーだよね。これから全部凡退してんだもん。第2球高速スライダー。ボール、完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。どうだ逆方向頼む。落ちろ。イエーイ、3試合連続ヒット。長打どうだ。2ベースカモン2ベースカモン。レディゴーレディゴー、アウトだー。せっかくのヒットが走塁ミスやらかしてもうたー。まあいいや、とりあえず3試合連続ヒットね。走塁ミスに関してはみんな忘れろ。気にすることではない。いいんだいいんだよ、チームに4対1で勝ってるんだから。あるよねあるよね。まあでもあれがセーフなら今季2本目の2ウェイスヒットですからね。おお、3試合連続アンダーですよね。打ってますからね。最終打席に打てたよ。いや、しかしだよ。今季はほんとひどいね。ちょっとカウント別打率見ていこうよ。まあここまで5試合しかプレイしてないですけどね。あ、5試合じゃねえや。7試合か。いや、プレイしてないんですけど、試合分析で見ていくと、ほら。ツーノーってとこだ。あ、でもツーノー打ってんのか。打ててるな、打ててるね。マジで？あ、つの、え、打ててねえや。打ててねえ、打ててねえ。やっぱゼロ割りだ。ははは。ひでえな。このカウントから手出して凡退が多すぎるんだよね、今季は。しっかりしないと。さて、2戦目行こう。ピッチャーはネイラーね。余裕。余裕の余裕。4試合連続安打行こうよ。もうそろそろ今季2号目が見たいな。一本だけ打って、はい、終わりなんていうことじゃいかんのだよ。打点も全然上げれてないし。まあ、最低限ホームランは20本超えて、打点も80打点は超えたいね。あ、もうそれは最低ラインね。2年目のルーキーがめっちゃ調子に乗ってるっていうね。それ最低ライン。通過点ですよ、俺からしたらね。うわ、早い！またセンターフライか。まあ凡退しても外野まで飛ばせてるからね。まあいいっちゃいいのかもしれない。ひどい時はほんと内野ゴロしか量産できないからね。第1打席はセンターフライに倒れています。俺に対してストレートで来すぎじゃない。お、これは落ちるね。レッツゴー。4試合連続安打いただきました。ごっさんです。そんなストレートで来たら俺も打つよ。ジャイアンツリードで迎える5回です。投げた。はい、ごっさんでーす。スタンドイン、カモンカモン、イエース。トゥーベースはどうだ、トゥーベースはどうだ。行こう行こう行こう。オッケー、ツーベ
今季2度目のマルティ、そして今季初めての猛打賞リーチをかけたぞ。あと1本だ。シングルにツーベース、いいじゃないいいじゃない。あ、もったいねえ。あー、非常にもったいねえ。なんでそれ手出した。あ、見て、相手の4番おかわりじゃないか。これセーブから出てきたんだね。今気がついたわ。なんかあのサード見覚えあるなと思ったら、おかわりがセリーグに来たね。いや、これはピーマンのライバルになるよ、ホームランのね。よっしゃ、あ、ワーッチ、嘘だろ、あれ当てる、完全抜けたと思ったが、またよし、怪我しろ。怪我しねえのかい、しろやお前。せめて怪我してほしかったわ。あ、チームはさよなら勝ちね。4対3、無事勝利、イエッツゴー。猛打賞とはならなかったね。又吉の打球は非常に良かったんですけど、ピッチャーに当たって、そのままアウトだ。5打数の2安打、レッツゴー。いや、それよりもおかわりが、この中日セリーグに来てたこともびっくりだね。これ、こいつが来たらなかなか本塁打を取るチャンスなくなるぞ。なんだ、橋本、一緒に行こうよ。うん。勝った後の飯じゃなくて、俺がヒット打った後の飯は最高だな。チームの勝利はどうでもいいよ。自分が打てば勝てるんだから。めっちゃ調子に乗ってる。誰かにボコボコにされそうだね。こんな調子に乗ってたら。さて、中日3連戦の3戦目、第、現在の本塁打ランキングなんでちょっと見ていいかな。まあ、試合の方は全然立ってないですけどね。私、ピーマン一歩いってるんですが、中村はどうだ？あ、クルーズが現在トップなんだ。ほんで、中日の中村は、あ、一本なんだね。ほう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 。まあでも全然試合まで立ってないですからね。まあライバルになることは間違いないね。俺は2年目から本塁打を取ろうとしてる男ですからね。2年目はなんかタイトル一つ欲しい。新人王は残念ながら取れなかったんだよね。誰が取ったんだろう、ちょっと確認していかないとね。新人王の確認してなかったよ。あんだけ打って俺が取れないのかい。誰だろうね。ピッチャーかな、腹あたりが取ったのかもしれないね、ヤクルトの。0対0で迎える2回です。第9投げました。あー、初球打ち凡退。球見ねえ、超早打ちだね。ジャイアンツ追う展開で迎える5回です。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、ボール、インコース低め、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、チェンジアップ。これだ、若松といえばえぐいわ。第4球を投げました、うわー、もうあんな緩い球、ゆるゆる2球3球見せられて、その後ストレートなんて打てるわけないよ。やばい、連続安打が途切れる。ここまで4試合連続で打ってきてるんだが、今日はセカンドゴロとピッチャーフライ。投げた、内角際どい球、ボール、途切れらすわけにはいかんぞ。投げた、ほい、あー、しっかり止まったんだけどね。まだこれでも早いのか。ほら、どうじゃ、バカタレ、調子乗るなよ。ライト線、レッツゴー、2ベース、2ベース、ふぅー、投げすぎ、投げすぎ、投げすぎだから。打たれる気で投げてるでしょ。調子乗りすぎよ。あんなチェンジアップ見せられたら、そりゃ目も慣れてくるわ。はい、これで5試合連続ヒット。2試合連続の長打だね。2ベースヒットだ。あー、もうダッシュ、マルティアないか。まあでも延長入ったらもう一回来るかもしれない。どうだ、あー、2試合連続のサヨナラ、超の2試合連続でサヨナラ打点上げてるじゃないか。前回では、サヨナラの犠牲フライ、ほんでこの試合ではタイムリーか。やべえな、蝶野、俺の上だからね。蝶野が凡退したら応援回ってきてて、俺が2試合連続で打点上げてたっていうこともあったかもしれないからね。くっそ腹立つわ。このマイライフの主人公は俺だぞ、てめえじゃねえ。人のその主人公のポジション取りに行くんじゃねえよ。お前はモブだ、蝶野。やめろ。こいつ俺から主人公ポジションを取ろうとしてるね。許せねえ。絶対にやらんぞ。これは俺のものだ。さて、中日戦が終わったね。このカード一回も負けなかったんじゃないかな。お、なんだ？わかったよ。当たり前だろ。失望させるようなことってなんだ、変な賭博とかしちゃうってことかい。絶対やらねえよ。このカードは、はい、一度も負けることなく、3立てでございますね。で、中日戦を終えて、次は広島3連戦ですか。これも今季初対決だからね。グルーバー、わお。中日が取ったのか、巨人に3立てされたから取ったのかな。グルーバーの能力見ていこうか。
新外国人の能力ってちょっと面白いからね。チーム切り替えで中日バッターでしょ。どこにいる。あ、いたいた、グルーバー。わー、これか。怪我しにくさ F 持ってんじゃねえか。ハイボールヒッター秋男、今春だぞ。来る時期間違えたな。能力自体はいいけどね、普通に。いや、でもパープロの助っ人外国人ってこういうの多いね、最近。ミート C、パワー C ね。この手多いよ。俺の外国人イメージはパワー B、ミート F みたいなイメージだけどね。本当よく取ってるわ、こういう選手を。さて、広島戦、初戦は大瀬良がピッチャーか。大瀬良、特に記憶がない。今季の対、ここまでの対成績どうだろうね。打ってるのか打ってないのか、そもそもなんか対決した覚えがない。記憶にねえや。影が薄いんでね、わからないや。さて、今季1回戦目行こう。チャンスで来い。2アウトかい。全然チャンスじゃない。対成績は？あー、打点は上げてますが、ヒット1本も打ててないんだね。1打点上げてるね。インコース低め、ストライク。じゃあ苦手なのかな。まあでも対戦成績がね、打数がわからないからね。縦のスライダー、1打数の1打点なら俺の方が上だよね。ワンストライクです。投げた、見送ってボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。投げました、ほい。おお、来たんじゃないかこれ。今季2号目ダメだー、フェンス直撃。いぜやー、風に乗れ。まあいいや、これで6試合連続のヒット、そして3試合連続の長打、ツーベースだからね。何本ツーベース打つつもりだよ。あとちょっとでホームランだったんだけど、惜しかったね。今季2号目はお預けか。初球ストライクから第2球投げました。2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました。まあダメだ。あ、でも結構伸びてるね。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。チーム圧倒的にボコボコにされてる。おー、ノーアウトランナー1塁3塁。来た。打点を上げるチャンス。あら、オーマイガー。これでは打点はつかない。ゲッツーの間に1点入ったが、これは打点扱いにならないんだよね。最悪だよこれ。今季1個目じゃねえかこの併殺だ。もうひどい。こんな場面でお前初球打ち凡退かい。もう一回来い。あら、次はチームがさよなら負け。わーお、最悪。俺がどっかで一本打っときゃちょっと変わったんだけどね。初回にヒットが出て、あとヒット出ないってこと多いわ。4-1、しかし打点は上げれず、6試合連続ヒット、喜んでいいのかわからない。ヒットはいらなかったら、あの場面で打点を上げたかったね。3打点で全然上がってないからな。お、なんだ、金子誠に挑め。何？二塁打を5試合連続で打つ。わーお、難しいね。まあ、でもここまで3試合連続で打ってきてますからね。いや、挑戦してみますよ。しないわけないだろ。やるだけやってみるよ。ミッションスタートね。あと2試合連続でツーベースを打てば、このミッション達成で、アイテムだったり経験点をもらえることができますからな。ハートソン。ちょっとこれも見ていこうか。新外国人。今から対戦が楽しみだ。めっちゃ取りまくってるね。お前外国人いるだろ。バレンティンだったり、いろんなさ、オンドルセクだったりさ、キャトリーもいるしね。これもオリジナル選手だからね。で、ハートソンいた。うん。オール D。オール D ではないね。呼吸とパワー以外は D だ。微妙だな。なんで取ったんだろう。日本人で補えそうな能力だけどね。まあ、ヤクルトにはヤクルトの事情があるんでしょうね。それよりもピッチャー取った方がいいと思うよ。よっしゃ、金子誠に挑め、やっていくぜ。2試合連続であとツーベースを打てばいいんだが、こういうミッションが出たら途端に出なくなる。あるよね、よくあるよね。なんだろうね、ゲームとはいえ変なプレッシャーを感じるんだろうね。まあでも狙うよ。スリーベース狙える場面で来たらどうしようかな。二塁で止まるか、それともスリーベース行こうか。野球選手としてはどっちを選ぶのがいいんだ。記録を狙うか、チームの勝利を狙うかだよね。まあでもジョンソンからツーベースなんて打てる気配がないけどね。防御率 0.57。 打ちました、ファール。第4球は打ちました、ファールボール。第5球投げた、危ない球。次が6球目、
投げた。よっしゃ来た。落ちる落ちる落ちる。取りました。取るんかい。どうやって？サーカスプレー出たよ。わーお。それ取る意味がわからないね。どうやって取ったんだろうあの人は。僕にはわからない。後ろ向きで取れるんだ。すごい才能だね。カットボール見送ってスライク。バッター追い込まれました。ヒット一本損したよ。投げた。外。カットボール外れてボール。カウントワンボールツーストライク。投げました。打った。ファール。第5球。投げました。いやーダメだ。カットボールうざったいなこれ。掴みました。ボールは中継。2-0か。5試合連続ツーベースどころかお前連続ヒットも途切れるぞ。あピッチャー変わってるね。ジャクソン。ジャクソンから確か1本打ってるはず。ほらねほらねほらね。対打率10割ホームラン1本1打点。1回しか対決してないけどその1回でホームラン打ってる相手だからね。投球は3球目投げました。ただここで対ジャクソン相手初めての凡退だ。わーこれでワンアウト。ランナーは打てへん。やばい連続安打が途切れる。チームは5対2で勝ってるんだけどね。まこれが最終打席になるだろうね。このままいけば。さあ次の投球投げた。落ちろ落ちろ落ちろ。オッケーレッツゴー。とりあえず出てくれたね。これで7試合連続ヒット。ただツーベースは出ませんでした。やっぱこういうミッションが始まると途端に打てなくなるね。最悪だもんこれ。長野が今季2号そして4打点の大活躍。この男やばくないか。長野の前のランナー全部ね長野が返すからね。だからなかなか俺に得点圏で回ってこないのよ。ほんで回ってきても打てないっていうね。頑張りすぎだよ長野。ちょっと俺に回してや。まあ、でもいつか打てない時が来るからね。そうなったら俺がしっかりと打てばいいんだ。7試合連続安打と7試合連続出塁。しかしそれは1本ずつ打ってるのでね、なかなか打率も上がらないしっていう感じだよね。ああもういきなり失敗か。早いな。監督の印象悪いだろうねこいつ。ミッション始まった途端いきなり失敗したぜって。なんだこいつだと。プレッシャーに弱いな。大事な場面で使えんなって思われてんじゃないかな。絶対思われてるわ。何ハルバートまた取ったのか。取りすぎだっつってんの。4月からお前どんだけ取ってんだよ。シーズン始まったばっかだぞお前。シーズン始まる前に取れや。オリックスね。ハルバード内野手でしょ。いた。ボイル使ってやれや。ひでえ。このやつ取るな。ああハルバードいいね。似たり寄ったりだな能力。もっとパワー特化したやつ取れや。日本人で補えるやつだっつってんだろそれは。なんで取らないんだろうね。さてじゃあ今回の実況はこれが最後にしていきたいと思いますのでね、4月の6日広島戦、これ終了して次回の実況から阪神戦をねプレイしていきますので、うん、今日は6番ですか。 OK。 まあ6番でしょうね。いつも6番ですよ。6番に対してびっくりするようなことはもうあってはならないんだよ。だって自分で選んだんだから。今日も6番なのかというリアクションはいらないんだけどね。なぜか取っちゃうっていう。未だ6番であること違和感持ってんのかな。さて行こう。相手はピッチャー男気じゃないか。いいね。燃える戦いだよ。まだ男気引退してないからね。あ、でも引退した方が良かったんじゃないの。 7.84。 ほんでここでもレッツゴー。名手菊池も取れない打球だ。ほーん。2017年のシーズンも現役で来てますけどね。防御率は 6.39。 まあこれでもこれで今季2試合目ですからね。1戦目でやらかしたんでしょうね。ボコボコに打たれたんでしょうね。かわいそうに。まあ今日も打たれることになるからね。追い込んでから投げた。まあダメ。ただ1打席目ヒット出たんでね、これで8試合連続ヒットですよ。連続で安打は出てるが1本ずつだからね。ここでまあ今回の実況最後の試合で1本、もう1本、いやもう2本は打ちたいよね。ほい。オーケー。レッドゴー。これも失投だ。ショート取れない。マルティン安打ですよ。ほんでもう1打席来るからね。これワンアウトランナー2塁1塁チャンスだ。8回の表チームは2対1で負けている。この場面は非常に大事。試合を変えるターニングポイント。ボールカウントワンボールワンストライク。肩越しにランナー見た。バッターの足元。投球これから4球目。外れた。スリーボール。スリーボールワンストライク。投げました。よーし、フォアボール。まあ、俺が打たなくても後続が打ってくれてるね。チーム2対2の同点だ。ほう。で、今日3出塁。無理に打たなくていいからね。選べるものは選んでおきましょうよ。第2球投げました。2球目ストライク。
第3球を投げました。危ない球、投げた、直球見送ってストライク。最悪、やべえな、追い込まれた。第5球投げた、ストレートはボール、またもフルカウント、レディゴー。カウントは3ボール2ストライク。うわー、バットの先、お前がゲット、あかん、ここでゲット、フォアボール、マルチアンダ、台無しだ。なんでこの俺のゲットゥーの流れからさよなら負け、絶対俺じゃん今日の先輩。三出塁何も評価してくれないね。あそこで打っちゃうんだから。沢村もセーブ失敗、セーブの場面ではないけどもね。はぁ、8試合連続安打、8試合連続出塁、なんだろう、喜べない自分がいるね。男気からの2安打、そしてフォアボールで今季初めての3出塁なるはずなんだが、全然嬉しくないな、なんでだろうね。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わり、最後ね、ここまでの成績を見て終了していきましょう。ここまで今季は12試合プレイしてきてますね。打率は2割4分5厘。まあ別に打率の高い選手を目指そうとは思ってないですが、なかなかね、上げることができないよね。この時点で打率2割4分5だからね。打数も少ない場面ですから3割も打ててもおかしくないんだけど、連続安打は8試合打ってますが、毎試合1本ずつではそら打率はなかなか上がらんだろうね。49打数の12安打、2塁打ここまで4本、3塁打0で本塁打1本、残念ながら今季2号目はこの実況では出なかったね。打点は3打点、得点圏打率は2割、得点2得点、三振が3つ、フォアボールが2個で、併殺がもう2個、早い。出塁率は2割7分5、出塁率3割5分を目指してるピーマンにとっては、低すぎる数字だね。長打率は3割8分8で OPS は6割6分3。ほんで、対左は4割2分9で、対右は2割1分4。これ男気黒だから2安打打ったんで上がってますけどね。これで打ててなかったらもっと低かったからね。1割台であったんじゃないでしょうか。課題が見えてるのはやっぱ対右に対して打ててないってことだよね。対左には4割超えてますから、もっと対右に打てるように頑張っていかないとね。そして同期の奥井の成績は現在どうなってんの？あいつ試合に出てんのかな？あいつ特に注目してないからわかんねえんだけど。奥井は、規定打席乗ってないんでスタメンでは出てないですね。なら他では、出てないね。1試合も出てない。完全に干されてるわ。一軍にいるのにね、監督お願いします。あいつを使ってあげてください。あいつは俺を超えるものだ。ね、俺なんてあっさり超えていくものなんだけどね。今季は全然出てない。去年も一軍にいたのにも関わらず、6試合で9打数しか出てないからね。意味がわからない。何のため一軍を置いてるんだよね。かわいそう。奥井がかわいそう。ま、いいや。オッケー。じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。8試合連続安打。現在ね、連続で試合打ってきてますけど、成績の方はまだまだ低いですから、これからまだまだ打ってね、打数も少ないので、率系はこれからたくさん打てば上がっていくのでね、頑張らないとね。オッケー。じゃあ次回は4月の7日、阪神戦から始めていくので、お楽しみに。ここまで見てくださったみんなありがとうね。グッバイ、またおー。